次はコーラス泉の皆様による混声合唱をお聴きいただきます。前回ミヤマイクで初めて歌声が上がりました。歌の方は無我夢中で終わりました。硬い頭をと恐怖し、柔らかい感情表現を目指して若かりし日々を思い歌います。
ザ・コーラス泉と申します。宮崎台の駅前にある宮前老人福祉センターで、ただいま活動しております。ちょっと見るとわからないと思いますが、皆さん60以上じゃないと老人福祉センターを使えないので、皆さん60以上になってからいらっしゃってくださいました。去年もこちらに出させていただきましたけれども、今年も第2回目ということで、みんな張り切って練習をいたしました。週に2回の練習なので、なかなか、週に2回もやったら大変でしたね月に2回の練習なので、今回のように30分間のプログラムっていうのは私たちにとってとっても大変でしたけども、とても楽しみながら、そして今回のこの出させていただくにあたってとても勉強になりましたので、皆様方にも本当に、それからスタッフの方々にも感謝したいと思います。今聞いていただきましたのは、よく中学校や高校生、小学校でも歌われるとこあるみたいですけども、 NHK の主題歌だったBelieveをお届けいたしました。よく中学生が歌いますけれども、でもこの内容から言ったら、ちょっと私たちのシルバーの年代こそふさわしいかなと思うような、暖かく地球を包みたいという内容でしたので、私たちは私たちなりの歌を目指してまいりました。それでは2曲目をお届けしたいと思います。これも皆さんよくご存知の花です。ちょうど私たち の, 練習している宮前老人福祉センターの前にちょっと桜並木がありまして、この前までとっても桜が綺麗でした。日本っていいなといつもこの時期になると思います。それでは花をお聴きください。
あの私はこの曲大好きなんですが、結構歌ってみると音域も広くてなかなか難しかったんですが、皆さんとっても頑張ってくれましたよね。それで、あの先ほども月に2回の練習ということでしたけど、結構皆さんあのアンプで歌ったり、それからまあチラチラっと見ますけれども、ほとんどあのなんか繰り返しお家でやってきてくださったみたいで、今日迎えることができました。実を言うと、この前練習した時より今日のが上手だったような気が、はい、ということで、筑波川旅情の歌をお聴きください。
縁の下の力持ちなんで、今回はエーデルワイスを私たち中心にやってほしいというリクエストがありまして、今日はアルトさんの声でお届けいたします。あのエーデルワイスっていうのはスイスの国のお花になってますけど、白くて、まあ、あのちょっとこう、なんていうんでしょう、毛が生えてて、こう花びらがかわいい花なんですけども、そのエーデルワイスに例えて祖国の自由を歌ってます。それではお聴きください。
きたいと思います。ヴェルディってイタリアオペラの巨匠と言われてますけど、皆さんのよくご存知なかと椿姫とかリゴレットとかって作曲さあのした作曲家ですけども、そのヴェルディが作って、全国のみんなに名前が知れ渡った一作目というのがこのナブッコというオペラです。そのナブッコのオペラというのはキリスト教徒が迫害されて、捕虜になっているんですが、いつかはヨルダンの川を越えてあの昔の懐かしい町に帰って私たちだけが信じている神様をこれから一緒に讃えようという、あの奴隷たち、奴隷じゃないですね、捕虜たちが合唱する場面で印象的に歌われる曲です。今日はこれも本当でしたらもっと大人数で歌うともっと迫力があるんですけども、私たち頑張って挑戦してみました。オペラの中からナブッコというオペラの中から「行け思いよ金色の翼に乗って」をお送りします。Thank you.
今日今が一番今まで練習した中で一番良かったです。ありがとうございます。去年 の、 あの NHK のテレビ小説でマッサンというのがありましたけど、その、主題歌麦の歌をこの最後にお届けしたいと思います。皆さんに少しでも勇気が、出て、そしてこれから前に進んでいけるようにと思いを込めて歌いたいと思います。今後ともお元気にご活躍ください。